山本修五郎永久法事件減らない鉄中山朝吉は明治工業の若い技師である大学にいた自分から鋼鉄の精錬法を専門に学び卒業するとすぐ招かれて入社した 明治工業には、加納新造博士という精廉学の大家がいて、朝吉はその指導を受けながら2年間工場で働いたが、技量を認められてドイツへ派遣され、ライプチッヒ大学の付属鉄材研究所で特殊鋼の研究をすること3年。今度、加納博士が休止したという通知を受け取ったので、何もかも投げ打って記帳したのである。 日本へ上陸するとすぐそのまま加納博士の距離へ行って博士の母さんをしたので彼が東京の社へ出たのは一週間の後だったただいま帰りました社長室へ挨拶に行った彼はそう言って軽く頭を下げるとすぐに仕事の話へ移った研究所の仕事はどうなっていますかなんだい 三年もドイツへ行っていたものが人の顔を見るなりもう仕事の話か近藤社長は苦笑してとにかく長い旅行で疲れているだろうから仕事の方は一週間ばかり温泉へでも行ってきてからにしたらいいだろうい,いえ加納先生の母さんをしてまいりましたので休養は十分です研究所の方は誰がやっていますか すぐ行ってみたいんですが。和田幸太郎君が加納さんの続きをやっている。君が記帳したらびっくりさせることがあるって張り切っているぞ。結構ですね。うんとびっくりしたいですよ。朝吉は社長室を出た。明治工業は芝浦十五号地にある。敷地5万坪の中に、 白亜五層の事務所、工場六棟、研究室二棟、それに合宿所だの食堂だのが美しい配置で並んでいる。二棟の研究室は海に面した二階建てのがっちりしたもので、小さくはあるが完備した付属工場がついていた。第一研究室へ入っていった朝吉は、飛び出してきた和田光太郎にいきなり両手を握られた。幸太郎は 朝吉の一年後輩で同じく加納博士のごとに働いている若手の技師だようやっと帰ってきたなごきげんよう留守中はいろいろとありがとう神戸へ上陸したことを新聞で読んだからもう帰るだろうと毎日待っていたんだま、中へ入ろう何かびっくりさせることがあるって 少なくとも褒めてはもらえると思うよ肩を抱き合ったまま2人は研究室の中へ入ったその部屋は1 0メートルに2 0メートルほどの広さで3分の1のところを硬質ガラスの壁で仕切り狭い方が書斎広い方が実験室になっている書斎には書き物テーブルや書棚やまた重要書類を入れる金庫が備え付けてあるので 責任者のほかは出入り禁止であった実験室の方には水洗場や小さな電気炉の間にビーカーやレトルトや酸素分解器などが所狭きまでに清潔な光の配置を成しているさあこれを見てくれたまえ和田義士は実験室の方へ朝吉を導いてゆくと電気炉のそばの台に置いてあった一辺の鋼鉄を取って相手に渡した。 先生の研究していた可能校だね。そうだよ。君が完成したのかもう一歩というところで先生が亡くなられたのだ。和田は黙とうするように頭を垂たれたが、すぐまた元気な口調で続けた。僕はちょっと途方にくれたよ。何しろ君がドイツへ出発した後は、 先生がほとんど一人っきりで続けておられた仕事だもの。けれど、そのままにしておくわけにはいかんから頑張った。とにかく一応は完成したんだ。実験の結果はどうだやってみたのかいや、僕が褒めてもらいたいのはそれとは別なんだ。無論、可能校は実験して満足なものだったが、それとは別に、僕は今、もう一段進めた研究を完成したのさ。 これだよそう言って和田光太郎は別の一片を取り上げて差し出したそれは厚さ5インチほどの円筒を2つに割ったようなものである朝吉はそれをつくづく見ていたが可能のの原理の応用だなそうだそして打ち明けて言うとこいつは近藤社長の注文なんだ 式を見せてくれないかいいだわ和田幸太郎は書斎へ入って、金庫の中から一つずりの書類を取り出してきた。可能孔というのは何かそれは簡単に言うと、減らない鉄である。激しく動く機械の一部に使われる鉄は、熱で膨張したり、摩擦されて減ったりしないようなものでないといけない。 現在でもエンジンやピストルに使われる金属はこうした条件に適するようなもので研究されているがまだまだ不十分でいろいろ不便な点が多いので理想的とは言えない加納博士の研究した鋼鉄は要するにその条件を完全に備えたものなのだ歓迎ご参会 和田光太郎の渡した書類を丁寧に見ていた朝吉はなんとなく下せぬ顔つきで社長はこれを何に使おうというんだそれは僕にもわからない何でも特に秘密を要するというので僕は独力でやったよ秘密でね中山朝吉は宙をにらむような目をしたがこれは君 カノ先生の鋼鉄とはまるで用途が違うね。実は僕もドイツでこれと似通った精錬法を研究していたんだ。今君のを見ると随分よくできているが。まだダメかいダメとは言わないが完全だとも言えない。早速僕のと対照して実験しよう。こいつはかなり重大な仕事になると思うよ。朝吉はそう言いながら。 早くも上着を脱ごうとした。するとドアを開けて「中山さん社長がお呼びです」と給仕が顔を出した「大食堂で重役さんたちの歓迎ご参会があるそうですからすぐおいでください」と言っていますなんだもう昼かご参会なんてつまらぬ騒ぎはごめんだな朝吉は 苦い顔をして脱ぎかけた上着を引っ掛けた大食堂では15人の重役と幹部級の職員たちが集まって彼を待っていた自局柄歓迎会も質素にするという社長の言葉をはじめに重役たちの挨拶があり職員の歓迎の字が次から次へと続いたあと中山朝吉は無造作に立ち上がると「これから一生懸命にやりたいと思います」 ぶっきらぼうに一言そう言っただけで席に戻ってしまった食事に入ってから朝吉は重役の中に一人中年の外国人が混じっているのを見つけて隣にいる社長にあれは誰かと聞いたああ君はまだ知らなかったな社長はナプキンで口の端を拭きながらあれはヘンリー・ジョンソンといって 今度我が社へ200万ドルほど資本を入れたカナダ財団の代表者だよ。そうですか。気に食わぬ面をしたやつですね。重役の悪口は慎みたまえ。悪口じゃありません。感想です。朝吉はまずそうに肉を頬張ったが、時に社長、と振り返って、 和田君にお命じになった新しい精錬孔ですね。あれは社長ご自身のお考えなのですかそれとも他に発案者があるんですか僕の案じゃない。実はね、可能功労高結果を見てあのヘンリー・ジョンソンが研究注文を出したものなんだ。何に使うんです 汽船のスクリュー軸に使うとか言っているがこいつさえ成功すればさらに200万ドルくらい財団から投資させるそうだ朝吉は黙ってうなずいたばかりだったご参会が終わると例の言葉もそこそこに朝吉は研究室へ戻ってきた何か気がかりなことがあるらしくひどく不機嫌な様子でしばらく室内を歩き回っていたが ふいに書斎のドアを開けて入ると。和田君、今度の清廉校の結果はまだ報告はしてないだろうな。もう一度実験してからにするつもりだ。日元があるのか約束は来週の金曜日だよ。よし、それまでは報告を出さないようにしてくれ。もし金曜日になっても、僕から通知があるまでは誰にも渡しちゃいかん。 君はどこかへ行くのかうん。四五日休暇をもらう。大丈夫。金曜日までには出てこられると思うが、君の精錬法はそれまで誰にも報告しちゃいけない。図式は金庫にしまって厳重に警戒を頼む。何のためにそんな大げさなそいつは僕にもまだわからない。しかし間もなく説明することができるだろう。 それれれまでくれぐれも頼むぞ。この材料は借りていくよそう言って和田幸太郎の作った新しい精蓮香を取るとあっけに取られている友達を後ろにさっさと外へ出ていった中山朝吉はそのまま目白の自分の家に引きこもってしまった広い屋敷の中にある自分の研究室で ほとんど新職務をれて何事か研究を始めたのであるところが一方会社の方ではそれから3日目に近藤社長が和田を呼んで頼んでおいた新生連行はどうだよかったら結果の報告を聞きたいがねと言った確か45日前に君はもう完成したと言ったように思うが あの時はそう申し上げたのですが、実験してみましたら少し不満足なところがあるので、もう四五日待っていただきたいんです。それは困るね。社長は甘いを潜めて。ジョンソン氏が急にカナダへ帰ることになったんだ。それでぜひとも、明日までに結果を知りたいんだ。 永久方針明日とおっしゃられても無理ですね社長その無理を通してもらいたいんだというのはねジョンソン氏は第2回投資の200万ドルを決めるために帰国するんだそれには新しい青年校の成功を見せなければならない和田君 我々は大陸経営のために外国資本を大いに利用しなければならぬ。しかも今度のカナダ財団の投資する合計400万ドルは満州の豆かすと綿製品なんだ。今日本にとって一番必要な鉄のために400万ドルを投資させ、 その支払いは豆かすと綿製品でするというこんな好条件の話はまたと悪まい。どうか、ぜひ頼むよ。よくわかりました。とにかくやってみましょう。和田は返事に困って社長室を出た。彼の研究は完成しているのだ。中山朝吉から止められなかったら、 すぐにも図式と製品を差し出すことができたのである。何のために中山が止めたかわからないが、ぐずぐずしていると200万ドルの投資を不意にするかもしれぬ。それでは彼としてもせっかくの苦心が役に立たない。和田幸太郎は研究室へ戻ると、思い切って中山に手紙を書いた。社長の言葉と自分の立場を詳しく書いて、 研究の発表をするからという文面である手紙を書き終わった時であったノックもせずにドアを押し開けて「いやあいるかい?」と中山朝吉が飛び込んできた「いやあ今君のところへ手紙を」それよりまだ報告はしてないだろうな。 朝吉は相手の言葉などを耳にもかけず。君は気が弱いから、社長にせっつかれてもしや図式を出しやしないかと気が気じゃなかったぜ。だが間に合ってよかった。さあ、一緒に社長のところへ行こう。どうするんだ何でもいいから来たまえ。朝吉は言うより早くドアの外へ飛び出していた。 社長室へ行ってみると、ジョンソンがいた。社長朝吉は無遠慮に。秘密のお話があるんです。この方に出て行っていただきたいんですが。なんだね。今、重要な話をしているんだが。こっちの方が重要です。10分間で結構です。ジョンソンは若い技師の顔を腹立たしげに見ていたが、 私の話、後にします。と言って、朝吉を睨みつけながら出て行った。君の態度はいかんぞ、中山君待ってください、社長。実際のところ、ジョンソンがいては具合が悪いんです。では、直接にお話し,しますが。と、朝吉は椅子にかけながら。カナダ財団の200万ドルは、 諦めていただきます。バカなこと言っちゃい,いかバカなことではありません。和田くんの研究した精錬鉱が何に使われるのか、あなたはご存じないんです。あれは、大砲の方針ですよ。冗談じゃない。まあ、聞いてください。浅吉はトンとテーブルを叩たたいた。 社長も現在の大砲が不備であることはご承知でしょう。14インチから16インチ砲は約2、300発撃つと砲身がダメになります。8インチ砲で1500発くらい。対戦の時ドイツ軍がパリを撃ったペルタ砲などは40発も撃つと砲身は使えなくなります。それは聞いて知っているよ。あの重い大砲を現地で取り替えることは 非常な作戦上の不便を忍ばねばなりません。それで世界各国の軍備では、今熱心に永久に使える方針、または少なくとも現在の何倍か使える方針の研究をやっています。僕がドイツへ行くとき、加納先生から命ぜられたのは、この永久方針の研究でした。朝吉は一息ついて続けた。ところが、 帰ってきて和田くんの新しい精錬孔を見ると、僕の研究していたものによく似ているんです。失礼ながら完全とは言えません。しかしそれでも、方針としては現在の5、6倍の価値はあるでしょう。これはまさに、ジョンソンが400万ドルの金で盗みに来たんです。汽船のスクリュー軸に使うなどとは嘘っぱちです。 奴は可能校の優れた成功を見て、密かに永久方針の精錬法を完成させ、その秘密をカナダへ持って帰ろうとしているんです。初めて知ったことの重大さに、社長も和田光太郎もあぜんとした。これは軍機の機密である。社長、400万ドルは諦めてください。無論だ 近藤社長は大きくうなずいてそう聞いては400万が4000万でも断固として断るよく気がついてくれたな中山君。お礼を言うぞでは失礼して仕事にかかります浅吉は微笑しながら立ち上がったしかし事件はその後に待っていたのである 書類の行方研究室へ戻った二人が書斎のドアを開けたとき、そこにはヘンリー・ジョンソンが青白い顔をして立っていた。あ<っ>と、朝吉は驚きの声を上げた。見よ、重要書類を入れる金庫の扉が開いているではないか。朝吉は素早く背中でドアを閉めながら、 和田くん、図式の書類を見たまえ。と叫んだ。和田光太郎は金庫のそばへ走り寄って中を調べたが。ない図式がないぞおい、ジョンソン朝吉は一歩進んでいった。君の盗んだ図式を出したまえ。新しい精錬孔。つまり、 永久方針の精錬法を書いた図式を出したまえ。私何も知りません。ジョンソンは冷笑しながら言った。私この建物の外を通った。変な人がこの建物から出るのを見た。心配して入ってみると金庫が開いていたのです。私何も知りません。 怪しいと思うなら調べてくださいしらじらしいことを言うな朝吉は大股に近寄ると断固たる様子でジョンソンの身体検査を始めた。しかし図式は出てこなかった。裸になれ朝吉は今々しそうに怒鳴った。それ、あなたの権利ないですジョンソンは偶然として、 私、ここで裸になる義務ありません。警官と社長の立ち会いを求めます。生意気なことを言うな和田が怒って詰め寄るのを。まあ待て。理屈は理屈だ。浅吉が押しとどめた。ジョンソン、君の望みに任せよう。社長室へ一緒に来たまえ。どこへでも行きます。 またしても彼はふてぶてしく笑った。二人はジョンソンの腕を左右から掴み、油断なく社長の部屋まで連れて行った。そしてシャツまで脱がせて調べたが、どこからも図式の紙は出てこなかった。そんなはずはない朝吉は悔しそうに。こいつは400万ドル出してもあの図式が欲しかったんだ。 金庫の扉が開いており図式がなくなっていたとすれば、そこにただ一人いたこいつが盗んだに違いないじゃないか。畜生とにかく、もう一度調べてみよう。二人は研究室へ引き返した。金庫の中は元より、室内を二時間近くも探したが無駄だった。ジョンソンがもしこの部屋のどこかへ隠したとすれば、 これだけ探しても見つからぬはずはずないそして彼の体にも持っていないとすると彼の言葉が本当なのではあるまいか「変な人がここから出て行った」という彼の言葉が「分からん」「奴が盗んだということは確かだ」「僕はあくまでそう思う」だが盗んだ図式をどうしたか 体にも持っていず、ここにも隠していないとすると、どうなんだ奴の言った通り、他に。和田が言いかけた時、球児が入ってきて。中山さん、社長さんがこれ以上ジョンソンさんを調べるわけにはいかないから帰らせますって。勝手にしろって言ってくれ。朝吉は投げ出すように言ったが、慌てて呼び止めた。 君はこの部屋の受け持ちなんだなそうです。手紙は何時に出した九時は不審そうに。毎日午前十時と午後三時に出す規定です。今日はもうさっき出してきました。和田君、手紙の宛名を覚えてるか発信簿に控えてあります。九時が言った。よし、すぐ持ってこい。 救治が出て行くと、朝吉は向き直っていった。奴は図式を盗んだ。しかし、この部屋にも隠していないし、体にも持っていない。とすると、何かの方法でこの部屋から外へ持ち出す工夫をしたんだ。何かの方法。つまり手紙さ。君の机の上には発信すべき手紙が置いてある。奴は図式を。 その手紙のどれか一通の中へ入れたんだ。我々が奴を裸にして調べている間に、図式は手紙の中へ入ったまま、大いばりで郵便局へ行ってしまったんだよ。ああ、そうか僕はそう思う。その他に手段はない。球児が発信簿を持ってきた。手紙をどことどこへ出したかを控えておく帳簿で、 これはどこの会社でも大抵は球児の役だ。ご通打出したんだな。浅吉は開いてみながら。よし。この宛名の家へ電話をして、ついた手紙を調べてもらおう。早くしないと、ジョンソンの手に渡ってしまうぞ。覆面の狙撃手。 5通の手紙のうち4通は市内であった。1通は満州の公務局だから問題外としてすぐ4件へ電話をかけた。今日送った手紙には重大秘密があるから、届いたらこっちから行くまで厳重に保管しておいてくれ。という意味を繰り返し念号したのである。そしてさらに郵便局へかけて、 三次発信の手紙が市内で配達される時間を聞くと今夜の六時から七時の間ですという返事であった一度郵便局へ差し出した手紙は発信人といえども取り戻すことはできない宛名の家へ届くのを待つより他にないのであるジョンソンがもし図式を手紙の中へ入れたとすれば やはりその手紙がつくのを待って奪い取る方法しかない。和田くん、今夜はちょいと冒険があるぜ。合んだ僕はこれでも立派な補充兵だからな。補充兵を自慢にする奴があるかい。二人は大声に笑った。朝吉は社長に会って簡単に事情を話し、 若い職工の中から腕っこきのものを20人選んだ上それを4組に分けて手紙の行方である4軒の家へ出張させたジョンソンと手紙の争奪戦があると見たからだそして彼もその1組に加わって出発したしかししかし朝吉の手配にもかかわらず4軒へ着いた手紙には図式は入っていなかった 4通とも和田の書いた手紙の他には紙切れ一枚も余計なものはなかったのであるそうかダメか電話で和田幸太郎と連絡を取って4通ともダメだったと知った朝吉は張り切った力も抜けてがっかり落胆した彼の推察は当たっていなかったのだろうかジョンソンは手紙を利用したのではなかったのだろうか では、どうして図式を盗み取ったか。こうなると全く考えようがない。朝吉は職工たちを解散させて、そのまま呆然と目白の自分の家へ帰ってきた。食事をする気も起こらないので、家の者には黙ったまま自分の研究室へ入り、どっかり椅子にかけて考え込んでしまった。思えば思うほど残念だった。 ジョンソンが盗んだことは確かだ。彼は、朝吉が社長に密談を求めてジョンソンを部屋から追い出したので、自分の野心が露見したことを悟ったのだ。そして、先手を打って研究室へ忍び込み、図式を盗み出したに相違ない。彼は3日経つとカナダへ帰って行く。おそらくは、永久法の秘密を持って、 畜生、どうして盗み出したかどういう方法でそれが分かりさえしたら。思わず悔しそうにそう呟いた時、卓上電話のベルがけたたましくなり出した。受話器を耳にすると。中山くんかと、和田光太郎の咳込んだ声がわめいた。気をつけてくれ手紙はご通じゃなかった えなんだって社長に発表をせがまれて、僕は仕方なく君に相談するために手紙を書いたんだ。そこへ君が来たんで忘れていたが、その手紙を球児が一緒に出してる。指針だと思って発信簿に控えなかったんだそうだ。君のところへ手紙が行くぞ。注意してくれ。和田幸太郎の声が終わらぬうち、研究室のガラス窓が、 突然ガシャンと砕け。ダンダン中山は背中からピストルの狙撃を食らった。あっと悲鳴を上げながら椅子ごと横ざまに倒れる刹那。戸口へ回った一人の快感がドアを押し開けて走り込むと、素早くテーブルの上にあった手紙を掴む。途端。待て叫ぶより早く。 羽を着た朝吉が快感の足を払うとともに右手の拳で素晴らしい一撃それこそ火の出るようなやつを相手の鼻っらの真上へ入れたこの的確な不意打ちは見事に決まった苦痛のうめきを上げながら倒れるやつをのしかかってピストルを奪い覆面を取ってみると紛れもないヘンリー・ジョンソンである 朝吉は落ちている手紙を拾って破り、中に図式の入っているのを見ると、初めて会心の笑みを浮かべながら、話の途中で投げ出したままになっている受話器を手にした。おい、和田くんまだいるかど、どうした今の音は何だ無事か相手の方が取り乱している。朝吉は椅子にかけ、 倒れたまま埋めいているジョンソンの方へピストルを向けながら言った。今の音はな、ジョンソン先生のご訪問なんだ。ガラスを一枚壊したよ。君の電話がもう10秒遅れていたら、僕の背中へ風穴が開いていたところだった。怪我は怪我はどうだ図式のことを聞かないのか安心したまえ。 図式は手紙の中に入っていた。やはり僕の推察が当たったよ。次に怪我のことだが、ジョンソン先生の鼻っ柱が砕けたようだ。すまないが警官と一緒に医者を連れてきてくれ。会ってから、ゆっくり話そう。